こんにちは三月三日金曜日 SBI グローバルウォッチをお届けします今週のトピックス生成 AI 関連の注目銘柄と、えー、形で後ほどお話しいたします今週の米国市場ですが金利上昇が株価を抑えました二十四日金曜日個人消費支出が市場予想を上回りまして インフレの鎮静化が遅れる見通しとなって株式は下落しました。月曜日自立反発を伺う動きもあったんですけれども、今後の利上げの幅それから継続期間に関する根強い懸念で株価の上値を抑えました。二十八日火曜日中国の P.M.I. こちらがまあ改善したのは相場を支える要因だったと思われます。 一方で、えー、欧州の国債の利回りが、えーまあ、上昇したとこれがですね米国の10年国債利回りを、えー、刺激して一時3.98%に上昇と、えー、これを受けて株価は反落、えー、ドイツの10年国債利回り、えー、2.59%で、えー、昨年のですね高値を上回るという形です。日日水曜、えー、ISM のの製造業景気指数の 価格指数ですねこれが1月の44.5から51.3とまあ非常に大きく上昇して国債利回りが4%台に到達と SP500 指数は続落と2日木曜日アトランタ連銀のボスティック総裁次回 FOMC では0.25%の利上げを支持すると0.5%ではなくですね でまあターミナルレートとしてまあ1.5パーセントあ5.1パーセント前後を想定しているというまあ発言を受けてですね市場に安心感が広がったと株式は上昇となっております、えー。まあこのところの株価の動きなんですけれどもまずあのローソク足移動平均を見ますとですね SP500 3900から4000ポイントあたりにですね50日100日200日の移動平均線が集まってきておりましてまああのここはですね一旦下値支持が期待できる水準というふうに考えられます一目均衡表で見てもですねあの雲は非常にあの薄,いでは薄いんですけれども 3930ポイント前後にですねございまして一応まあここもですねこれもまあ下値支持が期待できるという形となっております。であのまあ米国のですね10年国債利回りの上昇がですねまああの想定よりも上昇が続いているという形なんですけども。 これはですねあの、まあ、米国だけではなくてですね、まあ、世界的な減少とインフレがですね従来想定よりも、まあ、長く続きそうだということでですね各国の10年国債利回りが上昇しているとこちらにですね米国英国フランスドイツの10年国債利回りのチャートをご用意しておりますけれども。 フランスとドイツについてはですね昨年末の昨年末に高くなった水準をもう超えてきているんですね。でまあるるとととそういうういい水準にあるということですで米国と英国についてはですね9月から10月にかけてのですね水準がもっと高かったのでまあ あの昨年来の高値を更新までは行ってないんですけども、いずれも12月末のですね高くなったところを超えてきているというところでですね、まあ、えー、国際利回りの動きについてはですねちょっと注意が必要になっていると思います。主要市場の動きですけれども、日本がですね週間で1%上昇ということで、えー、米国金利の上昇、ドル円の上昇。 に加えましてですね中国経済の回復期待ですねでまあ地理的に日本は近くて産業的にもですね結びつきが中国と強いということでですね中国関連株を中心に買われているということでまあ世界的に見るとですね相対的に強くなっているということですね。でハンセン5週ぶりの反発となっております。 えー、その他市場ですけれども、えーまあ、全体的に見るとですね新興国株はですね下落した市場の方が、えー、多かったという形なんですが堅調、まあえー、で目立っておりますのが、えー、中国の上海総合ですね、えー、こちらはやはり、まああのえー、経済再開とそれから、まあ、今週末にですね中国の全人代が始まると。 といいうああたりもですね期待があると思います一方で大幅下落となっておりますブラジル4%の下落なんですけどもこちらはですね10・12月期の GDP 市需要2.2%増の予想に対して1.9%増と7・9月期が3.6%増だったので結構な減速になった。 市場層を下回る原則になったということでブラジルを売られています。為替の方ですけども、ま株価はですねあの新興国ま弱かったんですけども通貨はですねあの上昇したものが多くなっております。 対円で米ドルが0.1%の上昇に対して、まあそれに対して10以上のですね新興国通貨がですねこれを上回る上昇となっています。で、まあ人民元がですね1.4%上昇でまあトップなんですけれども、やはりこれあの今週の P.M.I. がですね強かったということで、まあ人民元が買われていると。 でえーまあ、人民元が買われるにつれて、まあ、新興国の、えー、通貨がです、ね、これにつられてですね業種の動きですけどもこれも、えー、中国の PMI ですね、えー、よかったということで素材エネルギー資本材サービスと。 いったようなですね中国経済に関連のあるようなところがですねセクターが買われていると、こちらはプラスということですね、一方で直近利が上昇したということで、配当利回りが高い公益事業、それから不動産といったようなところですね、こちらが下げていると、あと一般消費者サービスはテスラ、アマゾンの下落が巻きをしたと考えられます。 個別上位の方はですねセールスフォースブッキングホールディングスキャタピラーについてコメントいたします下位の方はですねテスラアドビーイーライリリーについてコメントいたします上位の方ですけれどもセールスフォース13.7%上昇と。 なっておりますけれども決算が出まして今期のです、ね、業績見通しが市場予想を上回ったと2日に11.5%株価が上昇と営業利益率約27%これは市場予想が、ね、22.4%ですので5%近くです、ね、上回る。 売上は前年比で14増と市場予想は9.2%増だったと。一株利益は1.68ドル市場予想は1.36ドルということでまああの背景としては最近ですね人員削減それから不動産の削減を行ったことがですねコスト削減に寄与するということと全体的にやはりあの 経営のですね優先事項が売上拡大から収益向上に舵を切っているというふうに思われますブッキングホールディングス6.2%上昇 こちらですね、チャートを見ていただくと、昨年の10月度そこに、ですね非常に安定的にですね株価上昇が続いておりまして、経済再開、特にですね、やはり中国のですねゼロコロナ政策の撤廃が期待されているんだと思います。で、実績の10・12月決算は市場層を上回ってと。 でこれを受けて13月期の業績予想がですね過去4週で売パ上セは 8%EPS は16%ですね情報修正されているということですのでまああの先もいいというふうなアナリストの予想になっているとでキャタピラー6.0%の上昇とこれは中国の PMI 改善に加えまして え従業員7,000人とのですね労使交渉で暫定合意したということがまあ後したと思われます会の方ですがテスラが5.5%の下落とえ1日のですね投資家説明会まあこれあの市場の期待非常に高かったんですけどもえー次世代 EV についてですね投資家がまあ期待するような発表がなかったと。 とといいううことがまあ売りり材料というふうに言われております Adobe 下落、えー、買収しようとしている Figma 社の買収に関して Figma の買収に関して司法省が反トラスト法訴訟を準備しているというふうに報じられましてこれを嫌気と。で Figma はですねウェブ上でデザインのリアルタイムな共同編集ができるツールを提供している会社で。 えー、まあ、えー、アドビがやってるですね、えー、クリエイティブクラウドですかね、えー、の事業の展開をですね早めることができるというふうに期待されている会社です。えー、イーライ・リリー医薬品の会社ですけども3.8%の下落と、えー、バイデン大統領の要請を受けて、えー、公的医療保険でも利用できるようにですね糖尿病治療に処方されるインシュリンの価格を 引き下げると今年の第4四半期から70%最大70%ですかね引き下げるということでこれを嫌気しているとただまあ価格を引き下げるとですね使用できる人が広がるのでそっち数量面ではですねプラスになりますということです。ETF の方ですが投落率上位 石油サービス鉄鋼トルコ株中古型銀行、素材セレクトといった形で、まあ、あの中国の PMI 関連ということが言えると思います一方でブラジルの株が下がっているのとブロックチェーン国債水素テックといったようなところがですね下落しております ブルベアではトップが中国のインターネット株ブル2倍中国株が反発した、香港株が反発したということで,です、ね、上昇しております。ボトムの方はブラジル株のブル2倍ブラジル株が下落したと。 でえー、と今週のトピックスなんですけれども、えー、生成 AI 関連の注目銘柄ということで、まあ、あのこのタイトルですね本当はまあ本命というふうにあのしたかったんですけれども、まあ、これあのコンプラ上、えー、まずいということで,ですね注目にさせていただきましたけれどもズバリ言って NVIDIA がまあ本命の銘柄でございます。 であの先週ですねチャット GPT にあの関してですねお話ししたんですけども文なのでちょっとその AI はですね別の次元にこういっているというふうな形ですね。でチャット GPT 以外にもですねこういうあの物事を生成する例えば絵を作るとかですね 動画,あの動画を作るとかっていうようなですね生成系の AI の利用が広がるんじゃないかというふうに今期待されているんですね。でその中でまあ関連銘柄の筆頭はエヌビディアとでなぜかということなんですけども。 えまあチャット GPT はですねマイクロソフトがですね出資しているということでえまあオンマイクロソフトに恩恵があるんですけどもえこの AI の計算に NVIDIA の GPU が使われるということで NVIDIA に恩恵とまあその他の生成 AI の広がりがあるとですねまあそれぞれですねそれを利用する企業とか提供する企業に 恩恵があるんですけども、えー、まあそれ以外のものでもエヌビディアが AI の計算で恩恵を受けるということなんで、まあ、結局一番恩恵が大きいのはエヌビディアですねという、まあ、そういう形になるわけですね。で、えっとまあ、その前にですねマイクロソフトの恩恵の程度はどうなのかということをちょっと見ておきたいと思うんですけどもでその注目されているチャット GPT ですけども ーオープン AILP という会社がですねあの提供しているものでこの会社自体はですね法人自体は営利法人なんですけども親会社がですね非営利法人のオープン AI インクのがまあ親会社になっているんですね。でえとこの会社この法人はですね2015年の7月に設立。 現 CEO のサム・アルトマン氏それからイーロン・マスク氏を含む12人が設立者として名を連ねてまして設立資金としてですね10億ドルが拠出されたとでさらに2019年にマイクロソフトとマッシュブラウン・カンパニーズから10億ドルの投資を受けて出資を受けていると。 ただまあその合計20億ドルなんですけども、えー、現在のそのマイクロソフトの収支比率はいくらかっていうのはまあ公表されていないという形です。でえっとまあオープン AI はですね営利法人ではあるんですけども、えー、事業が成功してもですねリターンに上限が設けられているんですね。 その超過した利益については非営利法人のオープンン AI インクにに配分されるという仕組みになっていますですのでマイクロソフトがオープン AI に出資しているからといって無制限にですねリターンを巨額のリターンを得るということはないという、まあ、そういう仕組みになっているということなんですね。 でえー、マイクロソフト自体の、まあ、投資の,、まあ、あのリターンについてはそういう形なんですけどもマイクロソフト自体の事業の状況を見ますとこちら側の、えー、事業別の売上高なんですけども、えー、そのチャット GPT が関係する、えーまあ、一番大きな事業っていうのは、えー 検索広告ですねビングの検索広告なんですけども売上構成比は5.8%ということで、まあ、全体に占める比率っていうのはですねそんなに大きくないということなんですね。うーんですので、まあ、そういう意味ではですねマイクロソフト確かにあの有望なんですけども、まあえー、驚くほど大きくなるということはないんじゃないかということなんですね。 で検索エンジンのシェアをですね、えー、見ますとグ、えーグルはやはり圧倒的に大きいと世界では92.9%、えー、米国で88.1%のシェアをグーグルが占めていると、えー、Bing は、えー、世界で3% 米国でということで、まあ、これがあの米国で例えば10ぐらいにです、ね、あの高まる可能性あると思いますけれども、まあ、それにしてもですねまだ大差がついていてうん、まあ、これをひっくり返すというようなことにはならないと思いますので、まあ、そういう意味ではですねあの、まあ、マイクロソフトはチャット GPT の使用、うん、が広がることでプラスではあるんですけども、まあ、驚くようなことにはならない。 いうことかと思います。で一方でですね、あの NVIDIA なんですけれども AI 計算の市場をですね、まああの支配しているんですね。こちらあの、えー、NVIDIA のですねデータセンターの売上の推移なんですけれども、えー、まあまあこのように伸びておりまして、えー、右軸がですね売上比率なんですけれども、売上構成比なんですけれども。 直近の23年の1月期は50%も超えてきているという形なんですね。ですので、まあ、ほぼ AI の計算をエヌビディアが独占しているというような形で AI 計算の成長に伴ってですねエヌビディアのデータセンターの売り上げは拡大しているという形です。 でなんでこういう,ようなことになったかっていうことなんですけどそもそもですねあの、えーとまあ、AI とですね GPU がの関係ができたのがですね、えー、とその AI の研究を行っていた研究者がです、ね、パソコンの CPU で,です、ね、AI の計算をしようとしてたんですけども非常にですねあの負荷が高すぎて困難である ところが G P U を使うとですね、効率的に処理できることをまあ発見したんですね。これがまあ14年2014年とか15年あたりだと思うんですけども、で、あの N V I D I A はですね、その G P U をえっとまあ G P U っていうのはあのグラフィックですよね。あのグラフィックを表示するのにえまあ補助的に使われる半導体なわけですけども。 これをですね科学計算に使うことを目的としてソフトウェア群を整備してたんですねこれ2006年に発表しまして普及に努めていたとこれはクーダと言われるものなんですけども。 でまああのこれをですね大学の理系のまあ講座を設けてですねあの科学計算に GPU を使うことができるんですよっていうようなですね地道な普及をやっていたということなんですねでこれがですね AI 計算に応用する場合にこう役立つことになったということなんですねであの AI に使えるっていうのはまあ2010何年に 分かったんですけどもその AI に使えるっていうことは分かる前からですねエ i ビリアは GPU を科学計算に使うということをですね目的としてソフトウェア群を整備したと。ということでこの時点でですね N なので NVIDIA は GPU を AI 計算に使うにあたり10年間のリードを確保できることとなった。 AMD もですね AI に使えるんならそれはすごい市場がこれからできていくはずだということでまあ開発を始めたと思うんですけども、えー、<coughs> NBA がづいた参入障壁が非常に大きくなったということですねまあ偶然ではあるんですけどもまあ地道な努力がですね開いたということですね。で AMD についてですねまあどれぐらいまで来ているかと。 まあそうは言ってもですねえあのそれえと AI に使えるっていうことが分かったのは2016年広く知られるようになったのがですねですのでそこからまあ言うと78年経ってるわけですのでまあ AMD も進めているということなんですけどもえとまあ売上規模はですね AI 計算にこれぐらいの売上があるということはですね公表されておりませんで。 えっと AMD の売上のうちですねデータセンターの売上は26%なんですねただこのうちの中心となるのはですねえーサーバー向けの CPU の EPIC ですねまあこちら今非常に伸びているんですけどもその他にもですね FPGA という半導体とかアダプティブ COS DPU といったようなですね種類のいろんなまああの半導体が 売上が含まれていまして、その最後にですね、データセンター、GPU というのが挙げられているんですね。まあ、そういう意味ではですね、部門の売上が、部門の売上が60億ドルあるうちのですね。十ああ億ドルを超えていることはないというふうに考えられます。まあ、そういう意味でですね。 えー、NVIDIA が150億ドル売り上げてますので、まあそういった意味で,ですね非常に大差となっているということですね。でそのその <laughs>、えー、格差がですねまだ継続しそうだということかと思います。でまあ NVIDIA のチャートなんですけれども、えー、去年のですね10月頃にはですね120ドル あ、えー、たり110ドル台まで,です、ねえー、下落したんですけども足元では240とかになってますので、まあ、あの2倍になっているということで、まあ、そういう意味ではです、ね、結構、利食いも出るでしょうということですし予想 PR52.7 倍、えーまあ、かなりです、ね、高水準である いいうことかとか思いますただ先ほどご説明したようなですね参入障壁が非常に高いという意味では、えー、と伸びる市場でそのシェアをですね確保するというふうに期待されますのでそういう意味でですね高い PR で買うことができるということだと思います。えー、とアナリストのの、ね、目標株価平均がドルですのです 原値が233ドルですのでまあここで買ってもですねそんなにあの今変な値段がですね AI の関連で,ですねあのセンチメントが改善して変な値段がついているということでは決してないと思いますのでまあそういう意味ではいでっ一旦ここで,ですね少し買ってみるということもですねいいのではないかなというふうに考えています。 一番の注目銘柄としては NVIDIA ということでご説明いたしました。えー、予定の方ですが、えー、経済指標ですね。来週、えー、中国のですね、えー、貿易統計がございます。えー、今回はですね、1、2月累計の <laughs> 数字が出てきまして。 12月との比較ではですね、若干の改善の予想です。ADP 雇用統計は20万人増の予想と、非の雇用統計の非農業部門雇用者数は21.5万人増の予想となっております。注目点ですね。パウエル FRB 議長の議会証言がございます。 FOMC を前にですね11日の土曜日からブラックアウト期間に入るんで7日8日のですねパウエル FRB 議長の議会証言一連の金融当局者の発言をですね締める形になると思われます。最近ですね金融当局者から高発言がですね相次いでいたわけなんですけどもこれをまあ和らげる方向でですね コメントされるんではないかというふうに想定されます。えー、それから雇用統計なんですけども、前回ですね、51.7万人増と非常にまあ強くなって、株式市場のですね流れが変わる一つのまあ要因になったと思われますけども、まあ今回はですね、20万人前後ということでまあ通常ペースに戻る予定です。で、まあ1月の数字っていうのは結構あの。 うんまあ、イレギュラーなです、ね、数字が出やすいということで、まあ、前回の数字がどういうふうに修正されるかも注目です。それから、まあ、今週です、ね、中国の PMI の改善が非常に順調だということで中国経済に注目が集まってますのでこの貿易統計ですね。 これも予想を上回る数字が出てくるとさらにその流れが強まるということかと思います。で、えっとまあ、相場の方ですね先ほどあの最初冒頭の方にですねあのテクニカルに下値指示のが期待できるところまで調整しているということをお話ししましたけれどもあとまあ相場下落のです、ね、要因となってました 金融当局者の発言がですね、えー、まあ、来週の、えー、11日からですね、えー、10日間ほどですね、あのー、なくなるということで、まあ、そういう意味ではですね、えー、反発を試しやすい展開かというふうに思っております。えー、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。